これ僕らも相談を受けてて一番多いかなっていう、そういう相談です。コロナのことで、休業になっているんだけど、正規労働者にはですね、休業保障が全額保障されていたりですね、あるいは6割、7割と支払われているんだけども、パートには休業手当が支払われていないと。自分でも納得いかないんだけども、自分は労働時間がちょっと短くて、雇用保険にも入っていないんですけども、これはちょっと保障していただけないんでしょうかと、いうことなんですけど、皆さん、こういう相談多いですよね、今ね。すごくパートとアルバイトだけ、休業手当が支払われないっていう相談はすごく多くなっていますけども、先ほどから話に出ているその雇用安定助成金、雇用調整助成金とか、もしこの雇用保険に入ってない場合でも、雇用安定助成金といって同じような制度があるということで、説明して、きちんと休業手当もらえる交渉できますよっていうような話を皆さんにしているところです。さん、どうですか、雇用調整助成金のことも含めて、ちょっとアドバイスいただそけうまでせすんでしね。ょうか。これは非正規と非正規の差別的な、待遇が出ているので、ちょっと、資料の11をお願いできますかね。先ほど民法536条2項と労基法26条、これ払いなさいって話しましたが、これは正社員だろうが、非正規の方だろうが、雇用保険入っていようがいまいが、すべて適用されますので、これ払わないといけませんよね。いけませんよ。で、その際に、例えば正社員には10割だけど、非正規の方には6割とかね、正社員に払うけど、払わないというのは労基法違反ですけど、そもそも。払い方に差をつけるっていうのもですね、これはダメだよということになります。ここは、パート有期法という法律があって、同一労働同一賃金、これ、安倍政権がすごくね、強調して言ってたやつ、これが成立してますので、雇用形態の違いによる不合理な待遇格差、これはダメですということははっきりしてます。これがね、なかなか、どうやって追及するかというと、国はですね、裁判ですねっていう形しちゃいますけど、今ね、裁判やる余裕がある方はいないので、ここもやっぱり、この法律上の規定をもとに、使用者に求める場合に、やっぱり労働組合、相談をしていただきたいなというところですね。法律上は皆さんの背中を押すようになっています。ちなみに国家公務員の話で、公務員にも当然非正規の方いっぱいいらっしゃるんですけども、今回人事院規則っていうのを変えまして、正社員と同じように非常勤職員の方もですね、休業手当は10割払えますっていうふうに、もう割と早い段階で決めました。これはなかなか立派なもので、労働組合の要求に満額で応えたわけですね。で、これ国家公務員だけじゃなくて、総務省がですね、通知というものを出して、これ3月1日に出てますけど、各自治体でもですね、こういうふうに扱いましょうねというものが出てます。公務の世界の方が、民間の方が法整備先ですけど、公務の方が後からきれいに10割正規も非正規もということを世界を作ってるということ。で、民間はもともとそれは当たり前というふうにされてきたということをきちんとね、みんな知って要求してもらいたいなと思います。ですね。これだけじこのゃダメ中、だ。言えば使えるっていうことになるし、正規と非正規は差別的扱いしちゃいけないんだよと、これはもうルールとしてそうなってますよっていう、そういう話だと思うんですけどね。ただ、ごめんなさいね、いいですか。どうそぞ。こで、お金がなくて払えないっていうのに対して、国として今回相当、従来とは違う特出しの助成をするっていうふうになってるわけですよね。ここをね、ちょっとフリップの10、図のを大きくして見ていただけるといいんですが、画要面共は、有を。会社には言ってみたけど、あんたたちに払う金はないんだっていうふうに言われるそうケーですスですね。ね。要は、良心的であってもね、資金ショートしてるケース、これを、国は今回使いますよということになります。で、先ほど稲葉さんのお話でもね、パートの方でも雇用保険に入ってる人と入っていない人っていう違いがありますよね。週20時間以上働いてるパート労働者は雇用保険入っていて、っていう対応されるけど、週20時間より短い人たちっていうのは雇用保険、被保険者適用外だからっていうような、区別をするっていうこともね、現場ではあります。で、従来の雇用調整助成金は雇用保険法上の制度だったので、雇用保険入ってる人しかね、助成金出してなかったんですよ。ですが、この差別は良くないっていう話になって、
今回この図の下の、色がちょっと青じゃないところですね、薄茶色のところはですね、雇用保険、被保険者以外の方にも払うということで、これ稲葉さんがさっき言及された安定金の方ですが、こちらでちゃんと手当をするので、みんなこう差別なく休業手当を払ってねっていうふうになってます。はい、で加えて、先ほど言ったようにこの上限額もですね、今回1万5000、月額にすると33万円まで平均で増やす。で、これは労働者に払う休業手当が増えるんじゃなくて、使用者にあげる助成金が増えるっていうことなので、労働者の方々はですね、遠慮なく、もう相当増えるから助成金もね、私たちにももう10割払ってくださいと言った方がいいということになりますね。はい。で、そうか。もう一つ顔、横に顔を出してるのはありますけど、これも、いきますかね。あ、そうですね。井上さん、なんかそうはね言っても会社はもう払わないんだっていうケースいっぱいありそうですよね。はい、ありますね。そうなんですね。私もはい、交渉してもダメだったケースありますか。やっぱり、うん、なんかそれで、労働者自身がなんか請求をすればもらえる制度ができるって安倍政権は言っておりますけど、そうですね、なかなかね、もともとこれは使用者が本来払って、それを、まあ、国が後で補填するっていうのが原則の世界だったんですけど、そうは言っても払わないっていう人が増えてしまってですね、困るという、まあ、困窮してしまう労働者を救うんだということで、今回、新型コロナ対応休業支援金という新しい制度が今作られている最中です。これができるのは7月のね、うん、中頃になります。7月の中頃、7月の中頃、はい、早くて10そうですね、あまり言わない方がいいんだな、きっと、うん、7月の中頃ですね、うん、で早く給付金が得られる人を7月末には入るようにしたいっていうのが、なるほど、厚労省が一生懸命本当に担当者はですね、制度作るのに徹夜してやってくれてるんですよね、うん、でこれ労働者がですね、休業してるっていう証明を使用者からもらって、休業してるけども払われてないんだっていう、まあ実際そうなってますよっていうことを使用者にこう証明してもらう、まあハンコついてもらう、一筆書いてもらって、それを、まあ、ハローワークにオンラインで申請するか、まあ郵送でやるか窓口に行くかって、こういうふうになるだろうというふうに言われていますよね。で、まあ、そうするとですね、国がその労働者に対して直接給付をする。で、これも実は、上限額33万で結構するので、休業前の賃金もですね、所定、普通の賃金の8割まで出すよということで、かなり水準の高いものを設計しています。雇用保険、被保険者以外もこれは適用する。で、大企業にはお金があるから、大企業ちゃんとやってね。で、中小企業にはこれ出しますよと、こういう仕組みになってるんですね。これが7月以降動き出すので、ぜひ、まあ、皆さんはできればですね、使用者に補償金をというふうに言った方がいいと思いますが、うん、この制度ができるので、活用もしうると。でただこれはね、ちょっと考えていただきたいんですけど、本来使用者が払わないといけない26条の義務があるのに、払わないで労働者は困っちゃって国に駆け込むわけです、うん、何を言うかというとね、これ26条違反の申告と一緒のことですね、うん、この会社払ってくれないんだよと、だから国助けて。で、それに対して新しく国が払うっていう制度ができて、その際に、どの事業主が26条違反をして払ってないかということも分かるわけですね。これは偉いことですよ。使用者の皆さんにこれはぜひ言いたい。うん。お宅が払ってなくて、払われない、無給休業になっている労働者が国に行って給付金もらうということは、あなたが違法行為をしているということの証明になります。ですから、もしそれで、罰金1件あたりですね、30万払ったりとか、そういう違法企業と言われたくなければ、雇用調整助成金をちゃんと使って、お金がなければですよ、休業手当はちゃんと払って、資金ショートしてるんだったら、雇用調整助成金を使った方が、使用者は身ぎれいに暮らすことができます、うん。この休業支援金というのは労働者は救いますけど、使用者について言うと、違法が分かってしまうっていう、そういうものでもあります。で、ここはね、ちゃんと考えていただいた方がいいと思う。で、国は、とはいえ、じゃあみんなが違法行為だってね、バンバンやるんじゃなくて、事情を聞いて、やっぱり、窮していれば、まあそこは、穏便に見るという措置を取るようですけども、悪質なケースについて言うと、26条違反を問うと。
というふうに、ここにはね、労働基準監督官だとか、あと雇用保険担当の方も、場合によっちゃ、使用者を調査するっていうふうに、調査できるっていうのは法律に書いてますから、ここはよく使用者には考えていただいて、本来のあり方、休業手当を払うという振る舞いをしていただいた方がいいと思います。ちょっと長くなりましたが、はい。ということは、この新しいコロナの休業支援制度は、支援金ができたとしても、まあ、本来であるその使用者としての責任を果たすために、まあ、雇調金の制度をちゃんと使わせるっていうことが大事になりそうなんですけど、稲葉さんはどういうふうにお考えですかね、この辺は。ついこの間も、同じような、この相談事例と同じケースの相談があった時も、この雇調金を使うのではなくて、この休業支援金が使いたいので、労働組合に相談に来たっていう方だったんですね。で、まだちょっと制度化できていなかったので、ぜひ雇調金を使ってやりましょうっていうことは、アドバイスというか、話はしたんですけども、やはりなかなかその一人で会社に言っていくのが辛いと、会社も大変な、まあ、特に旅館関係だったので、すごく道後の旅館も大変な中で、やっぱり使用者に対しても言いづらいっていう、もう本当に労働者もすごくこう苦渋っていうか、自分の生活もあるんだけども、やっぱり雇用してもらってた会社に対してもものが言いにくいっていう中で、すごく心が揺れていた方だったんです。だからやっぱそういう意味では、まあ、雇調金を使うことがもっとこう広がるようにちょっとしていかないといけないなっていうことを、すごく今のその新しい制度の話を聞いて改めて思いました。そうですね。雇調金をね、私たちも改善要求していて、早くお金が入るようにしてほしいって言ってて、これはね、すごい努力をしてくれてるんですよ。なので、今の旅館の方もですね、旅館のケースでも、経営者の方に負担をかけずに休業手当を払うようにすることは、雇調金でもできるんです。これね、今までは使用者が先に払って、後から何ヶ月か後に振り込むってなってたでしょ。だから、先ほどのね、旅館で働く方が忍びないからっていう気持ちはわかるんですけど、今はね、実は、お金をね、早くくれるんです。その月のですね、月末の支払日より前にお金を渡すから、休業支払日に間に合いますよっていうにしてます。だから、雇調金をね、使いましょうって言って、すぐにお金が払うから、それで、間に合いますよっていうことがね、言えるんですね、実は。ので、その方がいいですよということは言えると思います。その方は、例えば一人ね、この休業支援金をお一人だけ申請するっていうケースだったらいいですけど、多分旅館たくさんの方働いてるでしょ。で、たくさんの方はこの制度をね、申請すると、同じ旅館からたくさんの労働者が無給休業だっていうふうにたくさん申請があった。で、このケースは違法がある可能性があるっていうふうに、まずチェックされます。そうですなので、むしろ休業支援金をたくさん使うと、雇用主の方は違法してる可能性がある、そういう旅館だっていうふうに、どんどんとね、ブラックリストに載ってしまうということになるんです。むしろ助けるんだったら、雇調金を使った方がいいよっていうふうに言ってあげた方がいいんですよ、とアドバイスをしていただけるといいと思いますね。もう一回アプローチしてみます。はい、お願いします。はい。多分今日の番組の中の一番のポイントだと思うんですけど、新しい制度ができるというところなんですが、まあ、この制度には少しちょっと落ちるところがあって、まあ、使用者の雇用する責任というところがですね、飛ばされちゃうと、まあ、いうことがあると思うんですけど、まあ、雇用調整助成金を使って、まあ、6割以上の、まあ、休業手当を出させるということと、今回は休業前の賃金で8割ですね、出してもらうから、こっちの方がいいなというふうに思っちゃうかもしれないですね。僕に言わせれば、労働組合で交渉すると、10割出させる可能性があるというところを、しっかり僕は抑える必要があるかなというふうに思ってまして、労働組合に相談をして、ちゃんと交渉することで、なんか会社や、営業している事業所と喧嘩をするでは全然ないですよね。まあ、ちゃんとした制度を使いながら、10割、
交渉してくださいと、これは法律上も、私たちの権利としてきちっとあるものだよと、まあ、いうようなことをぜひ言っていけたらいいかななんていうふうに思ったりするんですけど、伊藤さんどうですかね、その辺は。まさにおっしゃる通りだと思います。まあ、新しい制度は労働者を救いますけどもね、これ、ですね、まだね、処理が分かってないところもあって、はいはい、制度実は社会保険料はね、税金社会保険料を徴収、厳選しないで渡すっていう仕組みになってまして、当人に。だけど、健康保険も年金保険も雇用保険も入れてあげてるっていうになるんですね。で、これ多分後でね、徴収し直すっていう話が出てくると思います。うん、で、使用者がこの期間、要は保険料払、社会保険払わないのに社会保険の適用させてたってことを生むわけなので、事後保険料を払えっていうふうになります。で、労働者もその分払えっていうふうになるかもしれないし、使用者が労使分払えっていうふうになるかもしれないし、事後はやっぱりですね、雇用責任一定、そういうところは問われてくるところもあるっていうのはちょっと知っておいていただきたいなと、補足的に、はい、思います。これはちょっと大事なところですね。ぜひ、正しい労使関係みたいなものをね、この機に作れる。そして、今日話題にあったこの正規と非正規の格差はダメなんだよと。非正規労働者だからといって、なんか立場が弱いんだっていうふうに思っちゃってるパートやアルバイトの皆さんも、そうじゃないんだよと。今はもう同一労働、同一賃金という法律もできたりしてるということもありますので、ぜひご活用いただいて、まあ、労働組合に相談していただければなというふうに思います。はい。